皆さんこんばんは。8月11日23時をお知らせします。ひよりんごラジオ、本日も楽しく放送していきたいと思います。8月11日は祝日となっておりまして、今年からだよね、山の日となりました。実はですね、兄の誕生日で、自分の誕生日が生まれた後に祝日になるってすごいよね。どういう感覚なんですかね。私とお兄ちゃんはですね、1週間しか誕生日が変わらないんですけど、私が祝日になりたかった18日が山の日が良かったんですけど、まあでもしょうがないですよね。皆さん本日は何をしていましたか。私はですね、ただひたすら寝ていました。なんかダメみたい。平日はお仕事で頑張れるんだけど、やっぱ休日はね、寝だめをしてしまう。なんか休日にめっちゃ寝て、平日はあまり寝ないというか、まあ人並みに寝てお仕事に行くっていう生活をしていて、平日ってだから結構忙しくて、お仕事から帰ってきたら動画撮って編集してみたいな生活をしてるんですけど、明日休みだから明日ため撮りしようとか思っても全然できないんですよね。逆になんか会社行って帰ってきて後の方が全然動画頑張れたりとかするタイプみたいです。ではここでお便りというかコメントを読んでいきたいと思います。その平くん、今日のヒオラジはハートがついていますね。あ、題名にですかね。質問です。いつも何時に寝て何時に起きてますか。いつもはですね、11時か1時、その間ぐらいかなに寝て、朝は6時半に起きます。なのでまあ5時間半ぐらいですかね、睡眠はっていう感じです。すっごく眠い日もあったりして、で家に帰ったら絶対早く寝ようって思うんですけど、やっぱり1時ぐらいになっちゃうんだよね。ツイキャスやったりとか動画作ったりしてると1時ぐらいになっちゃいます。だから休日にめっちゃ寝てしまうっていうのもあるんですけど、9時ぐらいに毎日寝れたらいいなと思うんですけど、まあ、9時は早いか皆さんは何時に寝て何時に起きてますか。平均睡眠時間は何時間ですかね。クワガタさん、僕はまだ高校生なんですが、大人になることを急ぐ必要ってないですか。僕は早く免許を取って車でドライブしたり、友達と夜遅くまでお酒を飲んだりしたいです。ひよりんごさんは早く大人になりたいと思ったことはありますか。あと大人になってどうでしたか。長文失礼しました。これからも頑張ってくださいということで、ありがとうございます。今考えると高校生の時とかめっちゃ楽しかったなって思うんですよ。ただ自分が高校生の時はやっぱり別にその高校生ブランドっていうものは全然なんかどうでもよくて、まあ、確かに早く大人になりたかったかもしれない。でも今考えるとね、高校生って3年間しかないでしょ。だからその高校生活を本当に楽しんでほしいです。お酒なんて高校を卒業して20歳になればもう20歳から死ぬまで飲めるし、大人になってどうだったかというと、まあ今の生活も楽しいんですけど、やっぱり高校生の時はそれはそれで楽しかったなと思うので、クワガタさんもね、今の生活を目いっぱい楽しんで、で楽しんだ後に20歳がやってきて、20歳からも人生楽しんでほしいなと私は思います。なんかね、まあ飲み会とかも楽しいけどね、気持ち的には別に高校生の時と今とって別に変わってないんだよね。だからなんて言うんですか、まあ精神年齢が低いっていうのもあるんですけど、なんかなんて言うんだろう、別にそんな大きな差はなくて、年だけなんか二十歳過ぎたなっていう感じはするんですけど、ただ高校生の時と何か変わったかと言われたら、気持ち的には別に特に変わってないですね。社会人になって先輩にいろいろ教えてもらって、まあ常識とかは少しは身についたかなとは思うんですけど、性格的なものは特に変わってないなって思いますね。まあいろいろ大変だろうけどね、受験とか、あと何がある、勉強もそうですね。私はもう一夜漬けピーポーだったので、はい。ケイシ君、この夏にしておきたいことはありますか？っていうことなんですけど、私夏が本当に苦手なんですよ。嫌いなわけじゃないの。本当に苦手で、熱中症が怖すぎる。
あと、なんか体が弱すぎるのか、なんか暑さをね、めっちゃ感じやすいの。だから、できるだけね、家から出たくないっていうのはあるんですけど、まあでも今年の夏はもうちょっとやり尽くした感がありまして、ね、うん。うん、もう、結構もういいかもっていう感じです。あ、ただね、私今年浴衣着てないんですよ。浴衣着てないの。だから浴衣着たいなっていうのはあるんですけど、あ、今年まだ終わってないから私今年の目標浴衣着るにします。ある?まだ花火大会とか。でも人混みが嫌いなんだよな。でもまあ、あるかな。地元のお祭りとかでもいいもんね。私ちょっと浴衣着ます今年。うん。はい、今日はちょっと本当に無駄にしてしまった感、一日を無駄にしてしまった感はあるんですけど、私にとっては結構寝だめができたいい休日だったかなと思います。ちょっと寝すぎて腰が痛いんだけど、はい充実した一日に、まあ充実はしてないな、充実はしてない。今日だから一生懸命頑張った方とかね、本当私は本当にもうお疲れ様ですと心から言いたいです。はい、明日また平日が一日やってきて、また土日がやってくるので、まあ夏休みの方も多いと思うんですけど、明日お仕事の方はまた頑張りましょう。私も頑張ります。そしてまあ土曜日も私お仕事なんですけど、土日もねやってくるので、ちょっと今日はメイン動画お休みの日で、また明日から頑張ろうかなって思ってます。今日もヒオラジ聞いてくれてありがとうございました。これ前日のコメントを拾っていきたいと思ってるので、できるだけ毎日リアルタイムで撮っていくので、よかったら聞いてください。ではまた明日のヒオリンゴラジオでお会いしましょう。バイバーイ、おやすみ、いい夢見てねー。